はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、巨人優勝しましたけども、まあいろんな要因があると思います。一軍でね、安倍監督の采配が良かったりとか、まあ選手の起用がハマったりとか、まあいろんな要因がねあったとは思うんですが、まあ今日はですね、二軍というところにですね焦点を当てて少しねお話していきたいなというふうに思ってます。はい、皆さんで、二軍と聞かれると、まあどういう印象を持たれますでしょうか。非常に、二軍というところはですね、まあ鍛錬の場所というかですね、いろいろね、まあ今からこう一軍に上がっていこうっていう風なね、形の選手がたくさん在籍、しているところなんですけども、まあ実際ね、私もジャイアンツにいた頃は、まあ二軍であったりとか三軍にいることが多くてですね、まあ大体どのような形で、試合をね、組んでたりとか、まあどのような感じで練習しているのかっていうのは、まあ皆さんもねなんとなく分かってらっしゃるとは思うんですが、今日はですね、二軍のね桑田監督というところにですね焦点を当てて、少しね、なぜ、ジャイアンツが優勝できたのか、二軍の桑田監督がですねどのような貢献をしたのかというところについてちょっとねお話していきたいなというふうに思ってます。はい、本題入る前にですね、少し申し訳ないんですが、僕今年中にねチャンネル登録者数5万人を目指しておりますので、まだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、てな感じでねちょっとお話していきますけども、桑田監督がですね、二軍の監督に就任されまして、まあどのような形でね、今年1年やっていくかというところを、まあ記者の方に、言われたところ、聞かれたところですね、まあどういうふうに言ったかというとですね、3つの柱がありますよというふうなことを言いました。3つの柱とはですね、1軍への供給、と1軍選手の調整と、最後はですね、育成というこの3本の柱をですね非常に大切にしてやっていくよというふうなことを言っていました。まあやはりね、二軍というのは、まあ先ほど言いましたように鍛錬の場所という場所ではあるんですが、やはりね一軍が勝つために、ジャイアンツのね皆さんは動いているわけですから、やはりね二軍から一軍への供給、これが僕一番大切だと思うんですね。その中で、一軍選手が、調子が悪くなったりとかですね、いろんなね、ことありますと、143試合あったら、それはいろんなこと起きますよと。その中で、一軍の選手が少し調子が悪くなった時にですね、二軍で調整する。これもね、他球団でもよく見られる光景だと思います。はい。で、最後にですね、育成というところで、供給であったりとか、一軍の選手の、調整というところに、主に当てられるんだけども、最後はですね、やっぱり、これからの未来というところに投資をしていかないといけない。やっぱりそこを育てていかないといけないというところで、この、一軍選手への、一軍のへの供給、一軍選手の調整、で、最後に育成。この3本柱はね、桑田監督は、立てられたんですね。で、その中で一つずつね、詳しく見ていきたいと思うんですが、やはり、供給というところが、今、一番大事だというふうなことを僕言いました。で、その供給に関して、やはりね、桑田監督、改革を行ってるわけですよ。で、まず一つ、挙げるとしたら、コーチ陣との、議論、会議というところなんですけども、そんなこと普通にやってるんじゃないの？っていうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないですけども、そうなんです。どの球団でもね、行われてるんですが、やはりね、やり方が少しね、特殊というか、しっかりしてたっていうところがあったんですね。で、具体的に見ていくとですね、先発、リリーフ、右、左いますよね。と内野、外野、右、左いますよね。で、そこで、しっかりね、ここで区切ってですね、いつでも推薦できるように、このピックアップしていくっていうところですね。だからそれって非常に大事だと思ってて、ただ調子のいい選手、この選手調子いいですよっていうだけだったら簡単なんですけども、やはり一軍の状況もありますから、そこでしっかりね、先発リリーフであったりとか、内野外野、左右でも違うわけですから、そこをしっかり分けて、
で、その中で、一軍がね、今、状況がどのような状況で、で、二軍の状況はどのような状況だっていうところをしっかり常にコーチ陣と話して来られたっていうのは、非常にね、良かったことかなというふうに思います。で、二つ目としてはですね、まあ、これ結構ね、取り上げられた、記事で取り上げられたりとかしてたんですが、一軍、二軍、三軍の監督さんと、しっかりね、やり取りをする。まあ、なかなかね、直接顔を合わせることは難しいので、まあ、今はね、ズームであったりとか、まあ、Google Meet なんかね、そういうオンラインのツールもあるわけですから、常にね、その一軍、二軍、三軍の監督同士で会議をするというようなことをされたみたいですね。で、そこにですね、すごく重要なことありまして、これがね、僕ね、巨人が今年優勝できた大きな要因かなと思うんですが、方針としてですね、2軍の成績や数字だけで決めない。これすごくないですか？実際、僕もう第三者ですよね。巨人にいないですよね。っていうなってくると、やはりね、やっぱ結果で見てしまうんですよ。例えばね、浅野選手、まあ、二軍であまり打率高くないから、ちょっと一軍では無理かな、とか、そういうふうに判断しがいがちなんですけど、それをもう廃止しましょうよと。そうじゃなくて、内容とか、結果だけじゃなくて、内容を重視しましょうよと。例えば、極端に言ったら、打率2割ですよと。ただ、この選手は、例えばこう、進塁打をしっかり打ってくれたりとか、このチャンスの場面で三振をしないとか、しっかり最低でも犠牲フライ打ってくれるな。でも打率は2割だなっていう選手を上げる。うん。例えばね、3割打ってても、この選手チャンスで全然ちゃんとした最低限の打撃できないなとか、バッティングはいいんだけど、守備でポロポロしとんなっていうふうなことになってくると、それは、上げないっていうところですね。だから、二軍の成績、数字だけを見るんじゃなくて、この選手がいかに一軍に行った時にですね、活躍できるのか、一軍の戦力になり得るのかというところを一番重視して、上げるのか、上げないのかっていうところを決めてたみたいなんですね。それはですね、やはり、まあ、数字だけ出しゃ、一軍上がれるやろっていうふうに、まあ、一見思いがちなんですけども、結局ね、一軍に行って、例えばレベルの高いピッチャーと対峙して、それができるかどうかっていうところが、やっぱりこうね、重要なわけなんで、やはり内容を重視して、そこを判断基準にして上げていくっていうところはですね、非常にやっぱり選手のモチベーションも高まるでしょうし、非常にやはり、結果だけ出してたら、いいってわけじゃないよという意識づけにもなるので、非常にね、まあ、自分の個人成績というよりも、やはりチームにどのように貢献していくのかというね、思考になっていくのかなというふうに思うので、ジャイアンツがね、今年優勝した、要因のね、一つなんじゃないかなって僕思うんですね。はい。で、その中でですね、采配面というところに関しても非常に、桑田監督工夫されておりました。どのようなことかというとですね、今、まあちょっと触れましたけどもね、やはり一軍での起用法をイメージして采配するというところですね。で、先ほど言ったように、まあ二軍でめちゃくちゃ例えばホームラン打ってますよと。ただ、この選手が一軍に行った時に、果たしてじゃあ、例えば岡本選手のようにホームラン打てるか、って言われると、それはなかなか難しいですよね。っていう風になってくると、じゃあこの選手は2軍ではこうだけども、じゃあ1軍に行った時に、どのような起用法をされるか。2軍でまあ数字で出してるから、まあ普通で言ったら、例えばノーアウト1、2塁、まあヒッティングさすかもしれないけども、でも1軍に行ったらこの選手は絶対バントさせられるよな。っていう風に思うと、桑田監督は2軍でも、バントをさせるんですね。だから常に桑田監督もそうですし、選手たちにも一軍というところに、フォーカスを置いて、一軍であなたが、出た時にはこういうサインが出るでしょう。だったら二軍でもやっといた方がいいですよというような采配を常に意識してやってたそうなんですね。それは素晴らしいことだと思うし、選手もやはり二軍で結果を出すだけじゃダメなんだなという、意識になっていくと思います。で、二つ目はですね、特にやっぱり、
桑田監督はね、現役時代の時にピッチャーやってましたから、投手というところの起用法もすごくね、繊細というか、しっかりやられておりました。投手陣をね、計画的に起用というところですよね。で、例えばですけども、まあ、リリーフ、だったとしたら、今週は、まあ、2回投げるよと。で、1軍に行ったら、君はね、どのような起用法をされるかわからないから、例えばですけど、今回は連投しましょうとか。で、複数イニングを投げていきましょうとか。っていうふうに、その、なんて言うんだろう、試合の始めにですね、先週の、例えば週の始まりとかにそのようにして選手に伝えて今週は2回投げるよと、じゃあ今回は連投行くからしっかりね準備しといてくれとか、今回は複数イニング投げるからしっかり準備しといてくれみたいな感じで声をかけられちゃうみたいなんですね。それは非常に選手にとってありがたいと思います。で桑田監督がすごいなと思うのは、例えばその投げた後、1日2日空くので、その時は、例えばコンディションの調整に当てたりですとか、例えばあなたは、例えばこういうふうに今課題あると思うので、この課題の克服に、対しての練習をしてくださいみたいな感じで、やっぱりね、こういうふうに選手とコミュニケーション取ったりとかね、そういうふうに時間を無駄にさせないみたいなところも、しっかりとね、選手と密にコミュニケーションを取りながらやってたみたいなんで、そこはね、ピッチャー陣というのは非常にね、良かったんじゃないかなと思います。実際ね、一軍でも非常にね、いいピッチングしてた若手の投手もいましたから、そういったところは桑田監督の貢献が大きいんじゃないかなって僕思うんですね。でですね、もう一人ね、後継者というか、すごくね、貢献してくれた方がいらっしゃると思ってて、僕は久保巡回コーチですね。もしかしたら知らない方いらっしゃるかもしれないですけども、このコーチはですね、非常にこう、いろんなね、球団で、投手をね、再生させてきたというふうにね、言われてる素晴らしいコーチなんですが、まあ、東郷投手であったりとか、菅野投手もね、一回こう、フォームを見直して、今年素晴らしい成績を上げたりですとか、やはりまあ、それ以外の投手に対してでもですね、いろいろね、フォームの変更であったりとか、マインドのことであったりとかっていうところをしっかりね、すごくベテランで経験のあるコーチですから、非常にね、それをね、特に投手というところに関してやってこられたというところで、まあ、その、めちゃくちゃ有名なコーチではないかもしれない。ね、桑田監督とか安倍監督に焦点が当たるかもしれないけども、このね、久保巡回コーチっていう方がいらっしゃったおかげでね、特に、若手の投手陣っていうのが底上げされたなっていうところはあるので、ぜひね、名前と お顔をね覚えていただけると非常に嬉しいと思います。でですね、実際、まあ、桑田監督がですね、まあ、そのようなね、今お伝えしたような、采配とかね、いろんなこう、方針をしたおかげでですね、やはり、たくさんのね、若手の選手、っていうのが、底上げというかね、一軍で活躍していきました。で、特に見ていくと、まず野手で言ったらね、まあ、もう、すごいのが浅野選手ですよね。浅野選手ね、まあ、二軍でね、74試合。で、2割5分5厘、8ホームラン、34打点、OPS727 というふうになってて、めちゃくちゃいいかって言われたら、まあまあ、頑張ってるんだけどっていうところの成績だと思うんですが、やはりね、先ほど言ったように、内容重視しますよと。っていうところもありまして、一軍に上がるんですね。で、一軍に上がってからですね、まあもう成績を言うまでもないんですけども、まあ一軍で39試合、打率2割3分9厘、3ホームラン、18打点、OPS677 というところで、非常に、2年目ではあるんですが、非常にこう一軍で、活躍しているというのがありますと。これも、桑田監督の起用であったりとか、一時期ね、もう狙い球を絞ってなくて、もうブンブン来てる球を振ってるだけだよというふうに安倍監督に言われましたけども、そこをしっかりね、二軍で、まあ、桑田監督もね、投手でしたから、投手心理なんかもね、教えていただきながらね、多分ね、課題に、取り組んでたと思うので、その結果ね、一軍でこんだけ結果出せたんじゃないかなっていうふうに僕思います。で、投手もですね、まあ、井上投手、素晴らしいですよね。一軍で、25試合、防御率 2.76、8勝5敗、
WIP 1.13、素晴らしいと思います。本当に、キャリアハイですよね。っていうところもありましたし、特にね、左バッターに対してインサイドにツーシームなんかを投げながらね、相手が嫌がってるというところもありました。で、まっすぐのキレ、スライダーのキレ、曲がり、もともと良かったですけども、左バッターにあんだけツーシームを投げれて、でそれでね、フォークボールっていうところも自信をつけてったというところで非常に飛躍していきました。で、大勢投手もそうですよね。42試合、防御率が 0.90、1勝2敗、ウィップが 0.88 というところで、少しね、怪我で、抜けてた時期ありましたけども、その期間ですね、まあ、リハビリをしてたっていうのもありますし、桑田監督とね、いろいろお話しされたとも思いますから、その影響もね、間違いなくあったんじゃないかなというふうに思いましたし、42試合ね、こんだけ休んでて42試合投げれたっていうのは非常にね、大きい、収穫かなというふうに思います。で、横川投手もそうですよね。1軍で12試合、防御率が 0.94、3勝1敗、WIP が 1.15。非常に、先発もやってましたし、1軍でね、ロングリリーフというところもやってました。やはり先ほど言ったように、まあ、いろんな起用法があるよというところで、まあ、2軍でもね、いろんな起用法されてたと思いますと。で、その中で、しっかりね、1軍で、まあ、少ない登板数ではね、あったかもしれないけども、しっかりね、インパクトを残してたっていうのはありますし、それは間違いなくね、2軍での鍛錬のおかげかなというふうに思うので、非常にね、素晴らしいなというふうに思います。でですね、あとはですね、まあ、赤星投手であったりとか、西舘投手で、最終戦ね、山崎伊織投手が投げるみたいですけども、そのあたりの投手なんかもね、あとの、まあ、CS が始まる期間まで、ちょっとありますから、その期間にですね、しっかり桑田監督であったりとか、久保巡回コーチなんかともね、話しながらね、調整していただけるとですね、非常に、嬉しく思いますし、CS でね、いい選手を使っていくという風な形でね、安倍監督おっしゃってますから、そこはね、若手も、どんどんね、アピールして、CS でね、大暴れして、日本シリーズに、行きたいなと、行ってみたいなという風に、行ってほしいなという風に思っております。はい、そんな感じでね、今日は、少し動画のスタイル変えてみましたけども、まあ、それに関するコメントであったりとか、まあ、動画のネタに関する、動画のネタであったりとか、動画の内容に関する、コメントでもいいので、どしどしね、コメントをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。